さてここに来て大きな障害だ。魔石山を登るために欠かせない切り札がよりにもよって一番厄介な奴の手に渡ってしまった。一体何者なのですか、あの男は。聖地にこもりきりだったご因子ともなれば、高校の名声に疎いのも無理はないか。あの男は説務省明宝傑殺の二つ名で知れ渡る剣客です。殺し屋を生業とし、裏の世界では目下のところ随一の腕前と評されています。なんでそんな奴に恨まれてるんだ。この男を殺したがる人間ならば、呼び集めただけで行列ができようぞ。かくいう私もその一人だからな。おいおい、仲直りしたんじゃねえのかお前ら。利害の一致は遺恨に勝る。だがあいにく誰もが私のように天行剣に関心があるわけではない。説務省と交渉できる材料は何もないだろうな。怨恨が理由となると、やはり話し合いで笛を譲っていただくのは難しいのでしょうか。なあおい、なんでみんなそう弱腰なんだよ。あいつは機長さんのお師匠から傀儡敵を奪ったんだろ。だったらこっちも力ずくで奪い返せばいい話じゃん。さっきはなぜ止めたのだ。いかに相手があの明宝傑殺といえど、我々が総出で攻めかかれば勝算はあったと思うが。まあ腰が引けてた奴も一人いたけどね。確かに勝算もなくはなかったが、鉄板とまではいくまいよ。そもそも我々の目的は説務省を倒すことではない。亡者の谷と傀儡の谷を攻略するためにも、境外と主刑には無事に魔石山までたどり着いてもらわなくては困る。道中で怪我させるわけにはいかないんだ。そりゃつまり主の兄貴とこの妖魔さえ無事ならいいって話ですよね。何が言いたいのだ、ケン。あいにく俺は魔石山を越えるのに必要な役目を受け負ってるわけじゃない。傀儡敵を取り戻す上での掛け金が俺一人の命ってんなら文句はないんじゃないですか。君一人で説務省と対決するつもりかね。な、おい、バカ言ってんじゃねえ。バカで結構。俺としてはまたとないチャンスなんですよ。もしあの明宝傑殺を真っ向勝負で仕留めたとなれば、俺の名前は天下に轟き渡る。そのもしが叶わなかったら死ぬんだぞお前。死ぬ？そもそも俺には捨てる命がねえよ。高校で無名のままだってのは、まだ生まれてすらいねえも同然なんだ。俺もお前も今ここで間違いなく飯食って喋って生きてるだろうが。あんたみたいな年になりゃ諦めもつくかもしれねえがね。俺はただそれだけの生き方なんてごめんだって言ってんだ。でも一人で挑むなど無謀すぎます。俺だって一度剣を交えた相手の力量ぐらいは測れますって。ぶっちゃけあいつ衰えてますよ。裏社会で一番の使い手ってのも昔の話でしょ。初見じゃヤバかったかもしれないが、もう手の内は見えてる。いけますよ。おい、このバカ弟子に何か言ってやることはねえのか。一旦こうなるとこいつは何を言っても聞く耳持たん。無駄だ。け、情けねえ兄貴分がいたもんだ。君の提案はいわば博打だ。私としてはもう少し生産のある策でことに臨みたい。説務省に挑むのは明日の朝まで待ちたまえ。私も今夜一晩は他の策がないか考えてみる。それでもお手上げとなれば任せるよ。おお、そうだ。実は死体の血液を硫酸に変えて爆発させるという術があってだな。生きているうちからこの男にかけておこう。さすれば殺された瞬間に敵もろとも木っ端みじんに。そういう策はいらねえっつうな。もし機長様に策がないとなれば、それは万策尽きたも同然。その時は私も剣様に助立ちいたします。おい、マジっすか。俺のために。何を言っているのです。傀儡敵は天行剣の塚を取り戻すための妖結、
それが非道な手段で奪われた上、穏便に取り戻すこともかなわぬとなれば、もはや覚悟を決めるしかありません。そうっすよね。合点承知です。冥王決殺の野郎はこの俺がとっちめてやりますから。ああ、もう付き合いきれねえ。勝手にしろ。ったく、なんで。あいつだって傀儡敵がなきゃ資材塔までたどり着けねえったのによ。将様には将様の流儀が終わりなのです。我々の都合を押し付けてはなりません。いいかね。念を押しておくが、朝までは待つのだぞ。私としても少しは考える時間が欲しい。正面切って雪武将と戦うのはあくまで最後の手段だ。へいへい。他にもあっと驚く残虐な術をいろいろと仕掛けてやろう。明日は朝一番で私に声をかけるのだぞ。慎んでお断りするぜ。